猿の腰掛け湯で、猿の腰掛けって書いてありますけど、猿の腰掛け湯、湯の花旅館、満山温泉。こっちは腰掛け、猿の腰掛け湯じゃないですよ。男性の内湯が、霊視、猿の腰掛けと、富士鶴などの、まあ、漢方成分が枠の中に入っていて、それが、染み出して、発光ラジウム線と一緒に出てくると。で、昔、本当に、癌になるとね、霊視、猿の腰掛けを煎じて飲む、というようなことぐらいしか方法がなかったんですよ。で、もう一つは、満山温泉標高1800メートル、自家用車で行ける最高地点です。2カ所あります。1カ所1800メートル自家用車で行けるところが、1カ所目がここ群馬県満山温泉、もう一つが、長野県の、あれ岐阜県になるんだっけ、どっちだっけ、濁る川と書いて濁り湖温泉、ここも1800です。私行きました。濁り湖温泉ね。非常に素晴らしい。御嶽山の何合目だっけ？ごめんなさい。ごめんなさい。素晴らしかったです。大雨の中でもね、屋根がついてる露天風呂で一人入って、くつろぎましたね。はい。新しいデザインになった、ね、湯の花旅館のタオル250円ですけど、ぜひ、観光の記念に、お買い求めいただいて、ここのお湯を満喫してもらいたいです。ね。いえ、さっき全然下だったじゃん、全然下。いえ、嬉しいね。40分戦ってやっと穴見つけたって。はい、北港ラジウム線。ね。標高1800メートル、満山温泉の中でも一番標高が高い場所に立地しているかな？かな？うん、はい。玄関前から、正面を見ると、ね、真正面より下まで空ですから、そこが満天のね星空で、流れ星なんかが流れたりすると、見上げてごらん夜の星よって、見上げたまんま正面見ても天の川ですからね。